妖怪カルタ、辻堂前の旅人の終年の絵札。旅人が、行き倒れの末に左髪と化した姿を描いたものとされる。左髪は、人間に空腹感をもたらす付き物で、行は浮かみ、または、楽器付きの一種。主に西日本に伝わっている。北九州一帯では、だらしと呼ばれ、三重県宇治山田や和歌山県、日高や高知県では、だり、 徳島県長郡や奈良県十津川地方ではダルなどと呼ばれる、山道などを歩いている人間に空腹感をもたらす、悪霊の類を言う。これに疲れると、歩いている最中に、突然にして激しい空腹感、飢餓感、疲労を覚え、手足が痺れたり体の自由を奪われたりし、その場から一歩も進めなくなり、ひどい時にはそのまま死んでしまうこともあるという。これに疲れるとされる場所は、 大抵決まっており、山道、峠、四つ辻、行き倒れのあった場所などが多い。土地によっては、仮想場や磯でも疲れるという。和歌山県では、熊野の奥も取り、国も取りという二つの山のあたりに、ガ穴という深い穴があり、そこを覗くと必ず左上にあったという。三重県では人間のみならず、牛まで左上に疲れたという。また滋賀県甲賀市から伊賀西山に続く。 おとぎ峠では、まだ朝もやの晴れない時刻に、左髪が異様に腹の膨らんだガキの姿で現れ、旅人の前に腹を突き出して、茶漬けを食べたかと尋ね、旅人が食べたと答えると襲いかかり、その腹を裂いてその中のわずかの飯粒をむさぼり食ったという。そのためにかつては、徳川家康も、本能寺の変の際にこの峠を通るのは、命がけだったという。 左髪に疲れた時にはすぐに何かを食べ物を食べれば身動きできなくなることはないとされ、左髪を防ぐためには前もって十分な量の食料を持ち歩くと良いという。そのために弁当を持って賛道を行く際にはその弁当を食べ尽くさずに一区分は残すという心意が伝わっている。わずかの食べ物の持ち合わせもない時には道端に生えている草を口にすれば、 どうにか助かることができるといい。草すらない時には手のひらに指で、ベーと書いて舐めてもよいという。また土地によっては、食べ物を近くのやぶに捨てる。身につけている衣類を後ろに投げるという方法も伝わっている。愛知県や和歌山県では、この葉でもいいから、口に含むと助かるとも言う。淡路島、ロンツルハ山の芝織地蔵また、高知県、長崎県、鹿児島県などでは、 芝織様と呼ばれる誇らが、峠や路傍に祀られており、ここに折った芝を備えていくと、その場所を通る人は、左髪を避けられると言われている。左髪は餓死者や変死者の例と考えられており、人知れず、死んだ者が祀られることなく、周囲をさまよう怨霊となり、自分が味わった苦しみを他人にも味合わせようと、しているのだという。こうして疲れて死んだ者は同様の怨霊となり、 左髪がどんどん増えてしまうという。また、左髪を山の髪や水人の仕業とする土地もある。現代においても、主に山間部で、稀に、左髪に疲れたという話が伝わっている。一説によると、急激な血糖値の低下や二酸化炭素中毒が左髪に疲れた時と同じ状態をもたらすといい、植物の腐敗で発生する二酸化炭素、または、 食事を取らずに山中を長時間歩いたことによる低血糖状態を左髪の正体とする説もある。ハンガーノックも参照のこと、ありがとうございます。